ラ・サンテラ、別名セイントメーカー。狂気に駆られた女、完全にイカれてる。いい子で、敬虔なカトリック信徒だ。創神の鬼女、サンタムエルテに出会い、ハマるまでは。エル・カルデナルがサンタムエルテの光だとすれば、ラ・サンテラは影の快楽主義者。カルテルの作り出した歪んだ聖人ね。人を見る目に長けたエルスエーニョは彼女を雇って説教させてる。サンタムエルテにとっていいことはサンタブランカにもいい。エスピリトゥサントに彼女の聖域まで作った。カルテルでのラ・サンテラの役目は忠誠心を強めること。手柄を立てるほどサンタムエルテの加護が得られる。銃弾から守られたければ200キロ密輸しなさい。永遠の富を得たければいとこを5人勧誘しなさい。天国に行きたければ敵を10人殺しなさい。まるでクズ番付ね。信じる者は救われ、カルテルに尽くすほど死の聖人が幸運をもたらしてくれる。そして確実なのはラ・サンテラ自身が信者ってこと。カルテルがエスピリトサントのカルトに渡している金の保管場所を破壊して、そうすればエルスエーニはラ・サンテラを信頼できなくなるはず。ドローン準備完了。新たな敵を発見。サブマシンガンを持った奴を見つけた。奴で5人だ。反乱軍に奴らの注意を引くように要請する。コピー。部隊が配置につく。こっちに向かってくる。反乱軍とサンタブランカがやり合ってる。俺たちもやるか。ハックカタリに迫撃砲の支援を要請した。コピー。集中砲火開始。位置につく。了解。ターゲットを捕捉。ターゲット撃っていいぞ。ターゲットを排除。クリア。みんな大丈夫か。フラグを投げる。崩れる音がするぞ。生き埋めにされる前に脱出する。急げ。エスピリトゥサントの状況はどう？順調だ。今金の保管場所を爆破した。ホルトが落ち込んでる。じゃあさっさと立ち直らせて。 ISA によるとサンタブランカは残りの金を安全な場所に移そうとしてる。連中より先に保管場所に行くのよ。了解。ラ・サンテラのカルトの運営資金はエルスエーニョから来ている。金の保管場所を見つけ出して破壊して、エルスエーニョのカルトへの信頼を失わせて。
ターゲット発見。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。敵をマークした。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。配置に着くぞ。敵を発見。あいつで10人になる。やつら80ミリを持ってやがる。屋上に敵、屋上に敵だ。敵がいる。敵をマーク。ターゲット発見。20人、招待規模だな。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。反乱軍にエリアの偵察を要請した。敵の位置情報を送る。了解だ。入れられやすい位置に移動する。移動する。ターゲットを確認。了解。ターゲットを行けるぞ。一人倒した。よし、まだ大丈夫だ。下がれ、バレちまうぞ。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。ユニダットのヘリが来る。身をかがめろ。C4 設置完了。爆薬セット完了。爆破準備完了。
集まってくれ。コピせろ。俺が操縦する。くそ、崩れる。ここから出るぞ。急げ。全て破壊、任務完了だ。蓄積よ。同じ気持ちだよ。エステバン・イバーラはラ・サンテラの相談役であり、エスピリトサントのカルトをカルテルとつなぐパイプよ。イバーラには死神サンタ・ムエルテに会ってもらいましょう。紹介してあげて。ジャミングを受けてる。またいた。あいつで5人だ。了解。配置につく。狙いやすい位置に移動する。ターゲットを確認。反乱軍にエリアの偵察を要請した。敵を排除した。よし、まだ大丈夫だ。何も見えない。ドローンがジャミングされてる。ターゲットを排除。敵に見られた。ラ・サンテラは個人的なシカリオ部隊を使って人々を統率している。奴らを始末してエルスエーニュや信者たちの前で彼女の威厳をなくしてやって。準備はいいか。撃て。分かった。敵に銃声を聞かれた。撃つぞ。奴らの幹部が逃げるぞ。
待ったぞ。仮設兵舎だ。機嫌悪そうだな。ラ・サンテラ専属のシカリオならサンタブランカの精鋭だろうな。しかも数が多い。もしかして怖いのか。ボーマン、今エスピリトサントのごついシカリオたちと交戦したぞ。武器は下ろさないでおいて。その付近の拠点の座標を送るわ。準備はいいか。攻撃しろ。敵に銃声を聞かれた。警戒してる。交戦する。俺たちがいることに気づいてる。気をつけろ。奴らの幹部が慌てて逃げてくぞ。本当に標高が理由か。効果はやらせないぞ。本部に帰って最初に何をさせられるか分かってるだろ。尿検査だ。でも標高が息が苦しい。黙れ。ラ・サンテラの礼拝堂の場所が分かった。留守かもしれないけど、噂によればエルスエーニョが書かせている聖書が保管されてる。ラ・サンテラを捕らえられなければそれでも十分よ。敵がいる。みんな待て。近くに敵がいるぞ。了解、移動する。ターゲット確認。新手の敵だ。方にスナイパーがいる。三人目の敵だ。スナイパーだ。塔の上にいるぞ。5人目のターゲットがいる。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。敵は15人。敵をマークした。ターゲット発見。位置を変えた方がいい。ターゲットを発見した。ターゲットを捕捉。やった。あそこにスナイパーがいる。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。敵をマーク。敵は20人。数えた限りはな。武器が設置されてる。スナイパーを発見した。隊長をマーク。反乱軍にエリアの偵察を要請した。配置につくぞ。配置につかせてくれ。
ターゲットを確認した。ターゲット確認、戦闘準備完了。悪党が一人減った。準備完了。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。了解、移動する。了解、ターゲットを捕捉。一人倒した。配置につく。ターゲット確認。配置につく。狙いやすい位置に移動する。ターゲットを確認。了解、ターゲットを捕捉。くそ、1人加算する。危なかった。了解、移動する。ターゲットを発見した。敵を倒した。
配置に着くぞ。ターゲットを捕捉。配置に着かせてくれ。ターゲットはいない。繰り返す。ターゲットなし。ターゲット確認。ターゲットを確認した。タンゴダウン。スエーニョの聖書を探そう。ラ・サンテラが執筆を手伝ってるらしいぞ。宗教とドラッグのミックスとは虫ずが走る。だが賢い。信仰は人を強くする。火曜日ってだけで全員行かれちまう信仰もあるしな。いいから見つけるぞ。あった。撤収するぞ。よし、これでラ・サンテラもスエーニョも動揺するに違いない。よくやったわね。これでラ・サンテラはもうおしまいよ。噂によるとスエーニョは聖書をなくされたことにかなり怒っていて、滞在だなんて言っているみたい。彼女を監禁して公開処刑するつもりよ。じゃあここは終わりだな。いいえ、ラ・サンテラの名誉はもう十分に傷つけたから、次はスエーニョのこの大掛かりな見せしめを潰す。ラ・サンテラを助けろっていうのか。ラ・サンテラを助けろと言ってるの。ボーマンアウト。反乱軍に乗り物を取ろう。スエーニョはラ・サンテラへの信頼を失い、彼女の処刑を画策している。先に彼女を見つけて逃げ道を作ってあげて。新たな敵を発見。敵を発見。また敵だ。配置につく。狙いやすい位置を探す。了解。了解。ターゲットを捕捉。ターゲットを捕捉。あいつで3人だ。敵がいる。機銃を確認。ターゲットを確認した。苦労して送り込んだのに助けるなんて。アーメン。異端者どもめ、話しなさい。さもなくばサンタムエルテの神聖なる裁きが下る。あなたたちとその家族の血で川が赤く染まることになるでしょう。怖いこと言うな。マバラスティマル。
で死に勝てると信じてるようだけど、サンタムエルテの前ではそんなもの無力よ。そして死は覇者にあらず。何？あなたバカにしてるの？話しなさい、愚かな。私には力がある。あなたたちが目にしたこともない魔術の力がね。助けに来たんだぞ。サンタムエルテによって子孫ともどもこの地上から消し去られるがいい。お前は見捨てられた。自分の子孫を心配しろ。信仰は自己の知性。あなたたちには何も。サンタムエルテは我が石、要塞、救世主。翼で我を包み、嵐から守り、敵に天罰を下したまえ。お前の天罰は正直大したことない。私は何もしていない。サンタムエルテは道を照らす光。信仰は違法じゃない。ええ、だけど犯罪組織に人を勧誘するのは犯罪よね。審判は神とサンタムエルテが下す。ここではそうはいかないぞ。許しを求めるならスエーニョについて話せ。我はユダにあらず。スエーニョを裏切ることなどありえない。ねえ、あなたみたいなタイプは刑務所で嫌われる。地獄を見せられるわよ。地獄でも信仰は揺るがない、うん、それがどこまで通用するかしら。私の地獄は甘くない。ノマド、エスピリットサントではよくやってくれた。シカリオたちの反応はどうだ？泣いたり、罵ったりしてる。 ISA が盗聴した会話によれば、カルテルの士気は過去最低よ。この調子で奴らを追い込んでちょうだい。ボーマン、アウト。恥を知れ。世界中がお前を非難している。ラモンの記事を誰かが漏らした。証拠はないが痛手となった。助けてくれないか？もう手遅れだ。私にできることは何もない。いいか、よく聞け。俺が子供に手を出すと思うか？はした金のために人生を棒に振ると、本気でそう思うのか？いや、そうは思わない。よし、ならミサを開け。ボリビア中の有力者を招いて、この作り話から私を守れ。サンタムエルテに誓って、奴らの話がデタラメだと言え。お前は来ないのか？ああ、まだ仕事が残っている。